자, 계속해서 진행해 보도록 하죠. 100비트 응원 감사합니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 가버리안. 壊したヘリオポリスから完全な形で残された新型モビルスーツを回収した私たち。機体の装甲は発泡金属製、フレームの一部がむき出しになってるけど、その分柔軟性があるから人間に近い動きもできるんだって。しかも全身にハードポイントがあるから、いろんなオプションでカスタマイズできるみたい。 ジャンク屋の血がたぎるぜ。で、あれからローはずっとこの機体に夢中になってるんだ。その「ヘリオポリス」の事件から1週間、今度は地球軍の宇宙要塞アルテミスが陥落したって情報が私たちのところに流れてきた。 ねえ、アストレイヤ。ヘリオポリスの時もそうだったし、今はどこで戦争があっても不思議じゃないんだけど、今回の情報には技術屋にとって注目すべき場所があったの。硬波防御隊、通称アルテミスの傘。その要塞は基地全体を覆う絶対防壁を持っていたんだ。 地球連合加盟国ユーラシア連邦が開発したこの傘は、物理攻撃やビームはもちろん、レーダーだって遮っちゃう優れものってわけ。だからこそアルテミスは難攻不落の要塞だって知られてたんだけど、そんな要塞がどうやって落とされたのか、ローが黙ってるはずないのよね。そして 딴딴딴딴. 자, 스테이지 2 대결 어스트레이 vs 어스트레이. 아스토레이 타이 아스토레이.
또 나왔어? 그냥 파괴된 콜로니 갔는데 쓰레기 완제품이 쓰레기로 돌아다니 누워 있길래 빼온 거죠. 응? 아니 가르시아 여기도 나와 이 새끼네. 양아치는 양아치다. 무라쿠모 가이를 격파. 아, 왜 이렇게 길막을 해야 되고 있니?
미티어 전환 크기가 전환급인데 레알 게 쓸모 없어가지고 버렸습니다. 어 붕어빵 먹고 싶다. 개이 쓰레기다. 네, 안녕하세요. 요즘에는 붕어빵 파는데 찾기가 힘든 것 같아요. 호떡이랑. 우리 동네는 저것도. 저희 동네는 좀 찾기가 힘들더라고요. 그래서 그런가? 가족용 호떡 믹스. 그래도 또 사먹는 거랑 또 틀리지 않아. 느낌이. 야, 좀 틀리겠네. 어우, 110. 역시. 예, 감사합니다. 아, 가버려, 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 가버려. 라면 국물 더 쫓으셔. 라면 국물 티백이 있어? 그런 것도 있어? 신선한데? 신선은 하네요. 어떻게 됐나.
에러? 흑수! 또 엔디오 싫어요, 가이! 뭐가 에러라는 거야? 俺たちを倒すとはな、見事な腕だ。俺に勝てないようじゃ、あんたらの目的なんざ到底果たせないぜ。 짠, 따라다라란. 근성. 오이 오이 이럴 줄 알았다고. 이럴 것 같았다고. 맞아.
좀이라니 허접한 주제. 빰빰빰빰. 뭐 세게 드셨는데? 네, 안녕하세요. 아, 오, 세 개나 드셨어요? 1500 칼로리, 예. Yeah. 그래, 역시 칼로리는 맛의 낭이지. 프리미엄 사운드 에디션이 아니라서 그럴 거예요. 다섯 개 정도 됩니다. 어우, 삽입 제공 감사합니다. 네, 밥 먹었습니다. 약하지 않은데요?
어, 또 1비트 응원 감사합니다. 사워즈 게임이 끝냈어요, 그거. 네, 알고 있습니다. 해적무 사포 나온 거. 와, 그가 이야, 그가. 후후후후. 그가 그가 그어 하자 할 거 아니야. 오뎅이. 그때 신작이 뭐가 있냐에 따라 다르겠죠? 근데 웬만하면 하지 않을까요? 자, 외전이라 그런가 확실히 좆밥 동네 싸움이긴 하다. 하지만 싸움 중 최고의 재밌는 최고로 재밌는 게 좆밥 싸움이라지. 그랬지. 그래. 많은 분들이 싫어하시겠지만 난 이 길을 가겠다.
자, 제3의 에어스트레인. いつまでも名前がないと格好つかないからってローはあの機体をレッドフレームって名前で呼び始めた。ちなみにあの傭兵さんにあげた機体はブルーフレーム、右腕だけ発見した機体は一応ゴールドフレームなんだって。でも最近のローの関心事はそれだけじゃなかったの。レッドフレームの武装はほとんどがビーム兵器だけど、機体を動かすのもバッテリー駆動だから、戦いが始まるとあっという間にエネルギーが尽きちゃうんだ。うまいこと自分たちを守れる武器が欲しいって悩んでたら、プロフェッサーがある情報を持ってきてくれた。ガーベラストレート。昔の技術を参考に作られたモビルスーツが使える巨大な剣。その剣はかつて地球から多くの技術者が移住したという居住衛星グレーブヤードに今も残されてるみたい。もちろん私たちはすぐさまその場所に向かったんだけど。グレーブヤードに着いた私たちに向かって、突然ウンノーっておじいちゃんが襲いかかってきたの。そのおじいちゃんはこのグレーブヤードに残された遺産、数々のロストテクノロジーを守るため長年侵入者を撃退してきたようで、幸いおじいちゃんと私たちの誤解はすぐに解けたんだけどね。どうやらお前たちの目的は本当にあの刀だけのようじゃな。しかしその刀身は相次ぐ略奪者との戦闘ですでに朽ち果てひび割れておる。ここは何とか守り抜いてきたんだが、
お前たちの求める刀はすでに失われてしまったのじゃ。残念じゃろうが、お前たちはここで帰るしかあるまい。でも、そこで素直に帰らないのがローなわけで。いや、帰らないね。壊れてるからって放って帰るのは俺の性に合わねえ。つまりあの刀、直せばいいって話だろ。直すだと？あれを精錬するのにどれだけの高い技術と手間が。技術はまだ残されてる。俺が再現すればいいって話さ。ただここで朽ち果てようって考えてるだけなら、あの刀もその方がいいだろうぜ。ん？小僧、お前相当のバカらしいな。뭔가아스트레이는여절물냄새가나는구만계약성립다네そう、ローはグレーブヤードに残った技術を持ち出して自分があの剣、맞을거예요刀を直すって言い出したの。本当に人の気も知らないで。でも一度思い立ったら止まらないのがローなのよね。おじいちゃんも刀を直すためならっていろいろ協力してくれて、それから毎日ローはその刀を鍛錬していって。途中いろんなことがあったけど、なんとかローのレッドフレームの愛刀としてガーベラストレートは蘇った。こうしてまた一つレッドフレームの武装が増えたんだけど、私たちってジャンク屋なのに本当にあんな武器がいるのかな。ガーベラストレート、これさえあればどんな奴が来ても怖いもの知らずだ。だがまだこれで終わりじゃねえ。レッドフレームは俺の腕にかけて宇宙一のジャンク屋にふさわしいモビルスーツにしてやるぜ。ステージ3、제3의어스트레이第3のアストレイ。딴딴딴딴딴
빰빠밤빠밤. 분위기가 밝다 그래도. 테나 포르킨.
오지엔가? 빰빰빰빰 야 이 새끼야! 기가 끓으? 아, 이 새끼가 맞고 있잖아. 개막친다. 한창 즐기는 와중에야. 아니 핑차벨이랑 에너지 거레라 거베라 스트레이트랑 두 EN이 1차기밖에 안 되는데 대체 왜 무슨 의미가 있다는 거야 이럴 거면. 설정상 설정은 뭐야?
역시 오브 쪽 사람이었구나. 줄이, 아 얘가 이었어? 인상이 완전 바뀌잖아. 빰빰. 골드 프리? 내 팔레 뭐 론독이나 사악. 가라! 당날개!